1周目がね不甲斐なさすぎたんですよ私的に。完全なる優秀プレイで皆さんを魅了したいわけです。わ、なんちゃんすげえなって思わせたいわけですよ。でもこの今辛いことをすることで後々楽になるって私信じてる。ほんとバイオって反省し始めたらキリがないんだよね。奥深いゲームだよ。まったく次回からバイオハザード RE3 をやりたいと思ってるんですよ。でもその前にね、いきなり3始めたら私は多分ビビり散らかすわけです。だから大体のギミック知ってる RE2 をちょっとプレイしてリハビリしようかなって思ってて、何も怖いことないよ。もう余裕の解説プレイをねやれると思うんだ。2周目ともなるとさ、私もそんななんかいちいちキャーだのワーだの言ってういういしい反応とかできなくなっちゃうわけさ。それをお届けできないのはなんかちょっとこう心苦しいなって思うこともあるにはあるんだけども、そういうびっくりポイントも全部知ってるからもうびっくりしないから今さら。私がねこの RE2 の2周目をやろうと思った2周目をこんなにビビりまくってるのにわざわざ2周目をやろうと思ったきっかけなんだけど、好きなゲーム実況者さんがいて、その実況者さんが RE2 やってるのを見て、なんかやっぱさ実況で見てるとさ、あもうびっくりした、喋ってるから。さあここからよ。よしよしよし、扉は？扉どこだっけ？扉どこだっけ？早く歩いて、あれじゃ、走って。あ、ほら起きちゃった。ほら起きたから早くドア開けて。こんなはずじゃなかったんだけどな、もっと余裕があるはずだった。ここにいるからね、ここにいるからね。走って、あ、待って、違う、本編は RE3 だから、私 RE3 がやりたいんだから。